お疲れ様です。です、来シーズンのバランス調整内容が確定したので、そちらパッとね紹介していきます。はい、こちらですね、カブトムさんがまとめてくださってます。いつもあざます。ということで、抑線が入ってるんで分かりやすいと思うんですけども、ベビドラとねポイズンの修正がなくなりました。なのでこの2枚は、今期と同じです。なんでまあポイズンはまあ、そのままなんでね、リガポイだったり、まあ、スケラポイズンとか、まあ、今まで通りのね、防衛、優秀なポイズンがね、あるんじゃないかなと、優秀なポイズンがね、来シーズンもあるんじゃないかなといったとこですかね。まあでもこのポイメタとしてね、やっぱこのヒーラーのね、はい、登場時ヒールとかもやっぱあるので、まあそこどうなってくるのかっていう、すごい楽しみではある。そして左下にね、シボジコウムリが1人って書いてますけども、ダクネがね、これ2体だったんですけど、まあ2体はやりすぎだよなって、さすがに運営さんも気づいたみたいで、よかった。本当に、ダクネがコウモリ出さない仕様とかになってもよかったんですけど、僕は。まあ、コウモリが死亡時1体出るみたいな仕組みになりました。まあ、5コスにしたり、6コスにしたり、まあ、なんかね、そういうことしてもよかったなと思うんですけども、まあ、死亡時が0から1になりました。まあ、残念ながらね、全然今期よりは強そう。そして、マイティの HP 加工がね、マイナス多分 5.8% ぐらいだったんですけども、まあそれやりすぎだよねっていう。だってエリゴレもゴレも何も止まらなくなるということで、まあ控えめな加法になりましてね。まあでも言うてもアイテム強いんで、まあ正直なんかスキル2コスとかね、そういうのでもいいんじゃないかなとは思いながらも、いやいや加法ですね。まあまだ強そう。んで、どっから来たん？まああんたずっと強いやん。フェニックスが攻撃速度ね、0.1 秒遅くなるっていうのが修正新たに追加されたという感じで、他はそのまんまですかね。はい。まあなので、まあフェニックス全然これでも強いと思う。正直全然来シーズンもいるとは思いますね。まあ結構体格としてはね、スケドラもいるんで、そこのとこどうなってくるのかなっていうのがね、はい、楽しみなとこですね。ゴブ小屋が悲しい。ということで、今シーズンもう終わっちゃいます。やばいです。急ぎましょう。残りなんと、12時間2分。今は3490の102ということで、まあ、上4000がね、マジ滑り込みで出そうだなみたいな感じですね。わかんない、出るか出ないかみたいなとこなんですけど、ちょっと頑張ってあげていきましょうか。さあ、ジンタラさんは30使いですね。あれデッキ言ってなかったんですけど、当たり目っすよ。ゴブゴヤスだって来シーズンっていうか、もう今期で加工されちゃうんで、まあ全然まだまだ使えそうな感じもするんですけど、まあちょっと加工されちゃうんでね、悲しみの終わりかれかい。じゃあもう小屋1体とかだとね、ちょっと足んないかなっていうので、小屋2体でいきます。よいしょ。まあ一応5打ったんですけど、なんかこの後やばいかな。まあでも、耐えれば、ブー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 の系です。はい、ということでしっかり小屋を置いていこうと思います。いやマジゴブゴやねただただ好きでした、本当に。すごい言いたかったんですけど、なかなか言えなかったんですけど、ゴブゴやめちゃめちゃ好きでした。あなたのことが私は。お願い、ガコこっち来て。ああ、いけないとこに飛んでる。いや、本当に。あんま恥ずかしくて伝えれなかったんですけど、ゴブゴヤ。ゴブくん。私は今もあなたのことが好きなの。来シーズンも好き。もしかしたら使う。これね、悩ましいが、もう一回飛ばせます。飛ばしたかった。でも置かないっすね、俺がこのデッキなんで。ああ置いたっす全然置いたっす。まあこれで1本折って、ガーゴが30勝しばく、ちなみに神相性です。はいなぜならファイヤーボールだから、ファイヤーボールにマザネクにガゴムレにっていう、このね相手のデッキはガゴムレがきついですね。どっからどう見てもマザネクも
えぐいぐらいの神相性してる。よしよし、五分超えで今シーズンね夢つかもうかなと思ってます。よし、まあ今ねマザネクとかなんかマジエッチとか、まあそれこそ、まあ、三子はあんまいない。いやだからすごいんですよ、上がってんの三子で。マジですごい。そう、まあマザネクマジアチャ系がいるんで、そこに対してはこのファイボっていうのがね結構強いです。柳波でもねいいんですけどね、ファイボで頑張って枯渇に勝つっていうのが、まあ、理想ですね。まあ、マザネクもいるんで、まあ、小屋とか小物系にも戦えるよねの、まあ、あんま使わないんでね。ガゴメが成長しました。最高ファースト世界一フィニッシュもねしてましたね。うまいプレイヤーですよ。エレジャイとかはね大会で使ってるイメージありますけど、あとロイホグ今は知らない。あロイジャイです。あロイはあのね俺のデッキバレてたら立ち回りで、お立ち回りで苦しかったりするんですけど、バレてなかったらなんか五分超え置いときは勝てたりする。うわ怖っ。残れ。うわやばい、これやばいかな、やばい気がする。スケキンロイジャイのスケキンが解雇されちゃったっていう、マザネクになってんですね、かわいそうに。マザニクじゃねえ、モンクス。今ファイブ使ってるの、絶対行こう。でザッピーやろ。あーまあそれやばい。どうにか芝犬、いやー突っ張りちょっと待って、そんなこと言ってる場合じゃねえ。いやもうこれスキンになってもグッドゲームでしたよ。はあ苦しいね。文句か。なぜ文句なんだ。やっすね。まあ、マザネクにファイボ徹底して、小屋置いて、まあ、ここで文句とか来たらもうね、ちょっと嫌です。ガゴ群れのさ、なんか使い方が今回、むずいね。なんか、弱くね。悲しいことに。いやーこのもうザッピとかも固めてくるからね、めんどくさいんで打っちゃう。まあ一旦ね、なんとか耐えてる、なんとか。おはよう使わして、本当はここでガゴ群れを刺すんですよ。モンク太郎いるんですよ。ゾーマザがちょっと美味しい。なんでおかしいって。ここですね。
体大丈夫かな。右だけどね、狙いは。大丈夫かな。うわー弱すぎる。やばいやばい、マジでマジで可愛いから押しとこう。いやーこれ勝ったのやばいな。まあスケキンだったら正直もっと楽だったっすよね。はい、スケキンの、モングの突っ張りにやられてたんだね。さあ69位、反対にしても69位。さあ頑張るよ、小屋置いてこう。頑張って小屋置こう。何も考えずにこう小屋置くんじゃなくて、魂込めてね、頑張れ頑張れ、やりこぶ。よしこれでいいんです。これ両性の方が良かったかな。なんか小屋いっぱいあってくればいいんですよね。あーやなめちゃんがあったか。ケチさんも三重師です。めちゃくちゃ囲んでいきたい。ミニペ三重師で回収されるかもな。これこれ熱いんじゃない？ミニペだったんで。ブー頑張れ、豚増やせお前。豚豚豚、ナイス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 。いやまさに最強。うわーお前このデッキこのデッキ俺が大好きな大好きなね、ゴブゴヤと彼女のマザネクいて最高か。環境にも刺さってる。これね、敗没かわしたいよね。あ、敗没かわしたいよねっていうのが相手の気持ちいいっすね。いや打つか悩むな。なんかミラー、いや今打ったら絶対ホなんですよ。打たなくていい、三重心に打てばいいんだ俺。おとなしく、もうこれだけで相手からしたら結構きついんじゃない多分。何このイケメンディガー、彼氏にしたいおばさん守ったぞ。チュチュチューンからのこのこんにちはギャング。ああマジで三重心だけ異常に相性いい。ここにディガーがそうなんですよね。なんで一回こんにちはして、おばさん体が弱いんで一瞬やなめだけでミリになっちゃう。ああナイス、あー一緒なんか枯渇とかは嫌ですよね。枯渇とね、あとはなんだろうな、マザネクいるんでスケラとかゴブグアにはね結構戦えるっていうので、まあマジック、いやでもファイブあるもん俺。さては枯渇にしか負けないか。26とかも嫌かもね。マスケとかが厄介ですね。マスケさあ60位、反対から読んでも60位。よしよし、アサフ世界一ワッチの男ね。アサフはね、なんか近いデッキをよく使ってるイメージがあるね。こういうこのマジで本当に似てるデッキの可能性ありますってなった時に、いやーウッド持っとんかい。ポイズンが、いやこいつファイブか。おお、いやなんかだいぶ近いね。こんにちはこんにちは。あなるほどね、生まれた瞬間こんにちはでゴブが削られちゃう。あーマイティー、はい、もっと顔してくれよ。あーそれめっちゃ強いな、これやばいっすよね。
いやーソウルコール素敵。まあ耐える、やばいやばい、これうわ釣れる、しかも一体偉すぎるこのゴボゴヤは。あーボム、うわーこれは苦しい。なんか苦しくない？マスケがやばいですね、さっき言ったんですけど。だいぶ低めだな。うわーいい位置すぎるこのディガーの位置。スケベにしか出せねえ。打ったね、潜ってくる。でいやファイボかポイズンをね持ってるからね。ミスってる。ミス、えこれ、えめっちゃチャンス。えバグやん。ちょっと待って。え何秒ぐらいで回ってるやん。まあ、ウォールメーカーもやってたからかな。やばくね回んの。やばい、しかもこれ、あ、俺のギャング、天才でした。やっぱマイティ咲いたんで。うえそんだけ。嫌だな。いやーちょっと良かったけどな、ウォールブレイカー強え。なるほど。いやマジで何でむずいねこれ。いや、髪ハグすぎ？グッとくんな。うわ、やばい。豚がくーぶーゆわっとい。いや、これ本当にこれは勝てると思ってなかったというか、まあ、勝ったんですけどね。いや、言葉が普通に出ねえな。マザネク、いや、やばい。来てるかもしれない、今。50位。逆から読んでも50位。3614。寒いよ。やば。いや、この基礎多分めっちゃ強い。この基礎多分めっちゃ強い。いや、なんか、いい味出すぜ。ガゴムレがなんか、やっぱポイズン打ちたい。マイティバカ、どっちかないと、みたいな。絶対どっちかを使わせられる、みたいなね。うわぁ、流れいい。ここで絶対勝ちたい。来た。なんか数字が多くて、リアクション取りにくいけど、ジャイ使いっぽい。ジャイプリか、
ジェイプリだったら嫌だな。嫌な目がある。ジェイスキラか。嫌な目がある。いや、もうジェイスキラやん。え、マザニコリオレ。ちょっと待って。え、これマザニクだよな、俺。いやー、まあ、でも、なんかだるいな。いやーここで逆サイジャイスキャラとかしてくんねえかな。え、いやユキか。やべえ、これめっちゃダメージ受ける。俺がゆるしてサスケベイビー。ダークブリ、お前ダークブリ、お前もう視野見えと、それで。いやでも意外と悪くない。しかもこっからは小屋置いてマザニクゲーショ、小屋置いてマザニクで守るだけ。あーちょくいあーちょくい、勘弁して。ダイブって良さそう。手打ってよかったな。うざいやろ。よし撃破。この血合いお上手っすよね。ガゴがねやばいっすね、俺からしたら。いやもう分かってるっすよね、相手。まあ、ガゴとか知らんし、マザニクでいいし、絶対マザニクの方が強いし。いやーマジ怖え、ここ怖すぎる。なんかアチャクイのサイクルですごいずれてる。マザニク残ってる。豚にしろ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 豚にだけしてで、イエーイやった、熱すぎ。しかも36なり、いや神相性だ。まあまあマザニクいるんでね。あれあれ、いや、えぐい。沼ってたんですよ、俺。3600いって、3300いったんですよ。で、なんとか3500戻して、動画撮ろうっつって。33。逆から読んだら、いやー、この試合の前に、マジスナイプっぽいのにやられて、マジ試合内容しょうもなかったんで、ちょっと切り替えの、日本の方ですね、高回転だと思います。まあ、一旦小屋置きたいんですけど、クエイクの可能性もあるし、まあ何でもあるか。これはあー着衣か、ロイホグか。バイスピ拾いたい。いや早すぎたか。バイスピか。あー回転早っ。まあ着色ログですね。そしたら多分なんで、うーん難しい。着色ログか。あでもファイボがあんな。ファイボで守りながらの、まあ、なんか頑張れそう。てか一回これ置いてクエイク打たして、もう一回置いてみる。ちょっと高めなクエイクね。もう一回置いたらどうなんだかな。大砲とかか。いやこれ絶対ちょっかいかけた方がいい。
こうマサネクのこの削りね、豚のちょっと強いんだよね。なんだディガーまで、あー、まあ、待ってもいいか。デリ落としたんでガゴムレやりすぎか、一回だけな。じゃあ、あれ？いや、合ってると思う、俺の思ってるデッキと。発着色服だよ。いやー、ロイグ強すぎる。あー、マサネク。軟弱に強い。ハゲ悪すぎる。いや全然無理っすね。いやもうね、まあ仕方ないっすね。クエイクデリウッドなんで、この呪文枯渇はね、やっぱ呪文が少ない相手に強い。呪文があればある分だけ高回転だとなおさらなんで、いやいかにここをねずっといけるか、はいって感じかな。さあバイパーだ。うわー、ファルチェ使ってないこと祈りたい。ホグファルチェ使いです。いやもうファルチェだったら、いやファルチェですね、さすがに。クエイク打ってほしい。嫌だけどファルチェロケより普通にマイティクエイクが嬉しい。うわー、一応どっちもあるけど、だいぶ香ってます。ちょっと嫌なリーガー。あー、皆さんおめでとうございます。さっきねスケラ引いたり、いい相性があったように、悪い相性もいっぱい引くんです、クラロワは。無理です、マジで。いじめられる。急に来たクエイクデリウッドからのマジやばい。どうやって勝つみたいなのしか来なくなってきた。急に頑張るんだ、耐えろ。マザネクでファルチェね。ファルチェ
なんかガゴムレで頑張れそうっちゃ頑張れそうなんだけどね。これいやロケもあんのか。そうっすね、ガゴムレディガーやった時にファルチじゃなくておとなしくロケで守られるかもしれない。いやこれロケ打てない絶対。いやーめっちゃいいファルチだけやめて。あ2倍タイム多い、何やってんねん。うわめっちゃよかったのに。今2倍タイム？うん、しゃーしゃーある。はい、ファルチそっちに咲かすのが目的でしたよ、僕。いやー、もうワンチャンありそうなんだ。いや、バレるかな、これ。いや、ファルチ入んない。やばすぎ。あ、マジで。ああ。そんなことある？えぐくないっすか？意味わかんないっすよ。もうおこやん。俺が。惜しかったです。あーもうやだ、せっかく取らなかったのに。